ちっちゃい差別とかは結構感じながら生きてたかな。めっちゃ聞き覚えのあるくしゃみが聞こえて。くしゃみ。フライトまさかの席隣で。マジで。簡単に言うと無人コンビニみたいなイメージなんですけど。もい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ジョーチュンです。今回もゲストに来てもらっています。今回のゲストはですね、前回ゲストに来てくれたマサトくんが、一緒に会社を立ち上げて、一緒に会社を、経営している、ジュンくんです。この間、マサトくんとの話で、一回話出てきたジュンくんです。ジュンくんは、韓国人として、在日韓国人として、日本で、生まれ育ったんだよね。そうです。で、ジュンくんもだから、すごくいろんな、もう本当に日本人の中でも、ごめんなさい、日本人じゃないんだよね。ごめん。なんていうの？日本にはなかなかいない、珍しい経歴を持った、人なので、ちょっと本当に今回も面白い話が聞けるんじゃないかと思って、僕もワクワクしています。ジュン君の自己紹介、お願いします。はい。大鳥潤と申します。僕はそうですね、19歳まで日本にいて、兵庫県で、生まれ育ったんですけど、15の時から神奈川に引っ越して、で、18、高校卒業するまで日本にいて、で、そこから海外に出て、今に至るみたいな感じなんですけど、当時はそうですね、ずっと学生時代はサッカーばっかやってて、俺と一緒だ。そうです、そうです。なるほど。まあ、似たような雰囲気があるからね。確かに、確かに。ずっとサッカーばっかやってて、で、海外に出たいって思ったのが、ほんと勉強ずっとしてこなくて、で、バイトばっかしてて、サッカーと一緒に、で、まず第一の理由が、そこで一緒に働いてた大学生の先輩が、ポンコツばっかだったんですよ。あ、そうなんだ。一緒にバイトしてた。そう、うん。で、絶対こうなりたくねえって思って、で、もうなんかその時に自分の中で日本の大学はシャットダウン。あ、そうなんだ。で、そう、で、高校2年生の夏休みに、本屋さんに行って、なんかないかなと思って、パッて目に入ったのが中国語の本だったんですよ。で、中国語の本が目に入って手に取ってみたんだけど、漢字はわかるけど読めねえっていうところにイライラして、ムカつくわみたいな、トンチクションみたいになって、で、そこからなんか中国語に入り込んじゃって。高校生で。そう。で、あ、もう俺大学行かなくて、もう中国行きたいってなっちゃって、その時に。高校生の時に。高校2の時かな。そうで、そこからもうずっと中国語ばっかりやってて、みんながだから受験勉強してる中、めっちゃバカにされながら、お前何してんの？中国語の勉強してたんだ。そうそう。なるほど。一人でなんかニーハオから始めて、チョークで書いたりとかして、やってて、で、高校卒業して、バイトもうちょっとやってお金貯めて、上海留学して。中国行きを叶えたんだ。そう、そこで叶えて。なるほど。やっと上海に着けたんだけど、行ってみたところ、俺が勉強してたものって全然通じなくて。そうなの？単語わかるけど、話とか全然できない。なるほどね。最初に行った時に、そこの大学、行った大学のボランティアみたいな活動をしている外人が迎えに来てくれて、黒人の子だったんですよ。アフリカの。今でも連絡取るんですけど。あ、そうなんだ。そうなんだ。彼は中国語を話すんだよね。そうそうそう。彼は結構前から中国に住んでて。めっちゃ中国語上手くて。もうなんか腹立って俺そこに。いや、いい子なんだけど、なんで全然人種が違うやつなのに、俺よりできるんだみたいな。見た目からしたらこっちの方が中国人っぽいぞ。俺めっちゃできそうなのに、みたいな。なって、そっから中国留学のめり込んで、だいたい1年間ぐらい。上海で。上海で。うん、でも半年、5ヶ月ぐらい。ワンセメスター終わったら、ある程度もうできるようになったんですよ、中国。あ、そうなんだ。で、その後残りのセメスターと残りの期間は、なんか中国いろんな全国回ったりとか、あといろんなバイトそこでもさせてもらってて、日本の時から結構バイトはしてて、なんだろうな、なんでもやったっていうよりはそんな感じになるんですけど、飲食もやったし、なんか倉庫のそれこそ、ね、梱包して出すとかめっちゃ重いもん運んでとかもやったし、あと解体屋とかもやったし、もうお金貯めるなら何でもやりますみたいな。なるほど、なるほど。で、中国終わって、で、その次に、英語を学びに行きたいなって思ったんですけど、その理由が、中国語を話せる子たち、外人とはコミュニケーションが取れるんだけど、
中国に来たばっかりの外人と話せないっていうのをまた気づいちゃって、そこで。逆に中国語が今できた中で、段階で、そう。中国語ができない人とコミュニケーションが取れないと。そう。そこに対しても俺なんか、うん、なんだろうな、日本に住んでる時から韓国語はできるっていうところもあって、うんうん、両親のおかげでね。そう、両親のおかげで、うんうん。そこに対して俺は自分の中である程度、なんだろう、多様性っていうより、柔軟な、対応ができる人って思い込んだ、うんうん、ただ英語ができないっていうところで、うんうん、そこの壁にぶち当たって、なるほど、で、あの話したかったやつもいたのにみたいな、うん、で英語学びたいなと思って、うん、とりあえずお金貯めようと思って日本にもう一回帰って、うん、1年間日本で働いて、うん、お金を貯めて、でフィリピンのマニラに行ったんですよね。その時は何歳？20中盤ぐらい。なるほどね。かな、うん。で、フィリピンのマニラにした理由は、最初イギリスとかアメリカとか、うん、やっぱ考えるじゃん。英語といえばね。そうそうそう。英語といえば、うん。ブリティッシュかアメリカ、どっちにしようみたいな。ただ、それどころじゃなかったから、レベルが。レベルも、低いし、かつお金もかかると。うん、で、まあ、あるあるの東南アジアで学びましょう。でも俺、セブは絶対嫌で、うん。日本人、韓国人いっぱいいるし、なんなら中国人もいっぱいいるし、うんうん、もうそこで絡みたくなかったんですよ。中国に行った時も俺日本人には韓国人のふりして、韓国人には日本人のふりして、もう徹底してて。カメレオンだ。そう。もう絶対俺はなんか、あなたたちと言葉通じませんみたいな。すげえ。ニハオですみたいな。すげえ。かっこいい。で、そう、マニラ選んだ理由もそれが結構理由で、マニラは、まあ首都圏だから面白い人たちいっぱいいるよねっていうところもあるし、うんうんうん、働いてる人で、うん。で、コネクションを作りたいなっていうのもあったし、セブンに行ったら遊んじゃうなっていうのもあって、うん、そうだね。海もあるし、そうだね。人もなんかいっぱいワンサがいるし。そうだね。で、結局その、なんだろう、考えは正解だったんですよね。うん、マニラに行っていろいろ学べたし、できたし、知り合えたし、うん、面白いことも見れたし、うん。で、終わった後に、じゃあ英語学べましたと。じゃあその次何しようと思ってた時に、自分の中でなんかプログラミングやりたいなって思い出してて。で、当時から、プログラミングを学びに、なんかドイツに来たかったんですよね、当時から。なんでドイツだったの？それは分かる。ドイツだった理由は、上海で留学してた時に、うん、クラスメイトにオーストリアだったり、ドイツだったり、いろんな、なんだろう、こっちのクラスメイトがいっぱいいたの。うん、でそこで、接してる中ですごいなんか楽だった。なるほどね。ネットによく書いてるじゃないですか。日本人とドイツ人よく似てるみたいな。そことは、なんか、置いといて、本当に自分が感じて、なんかやりやすそうだなって、うんうん、何かをするには。なるほど、なるほど。で、当時から、そう、そういう考えはあったんだけど、プログラミング学校、まあ日本でいう専門学校みたいなのを探してて、うん、で、ドイツ人、オーストリア人、友達いっぱい聞いて、うん、俺こういうのしたいんだけど、うん、ないかみたいな、うん。そしたら教育システムが違うから、そもそもねえと、うん。っていう話で、あ、そうかみたいな。で、そこで一回折れたんですよね、うん。で、ヨーロッパ行き諦めて、で、まあいろいろ何やかんやしてるうちに、中国の深圳っていう街に、うん、出向してくれないかっていうオファーをいただいて、あの日系企業だったんですけど、うん、日系企業で上海にオフィスあるけど、うん、深圳にないんですよね、うんうん、もうほんと何もない、オフィスもないし、もうなんかゼロみたいな、なるほどね、とりあえず行ってきてくださいみたいな感じで、僕はそれめっちゃ面白いなと思って、うん、かつ深圳に行ったらプログラミング学校絶対あるんですよ、うん、深圳ってそういう街っていうイメージだったから、うんうんうん、イノベーションシティ、あ、そうなんだ、だからあ、もうそれもう秒でもうお願いしますってやらせてもらって、で深圳に行って、もう自宅探しから、オフィス探しから、学校探しから、うん、もう全部自分でやって、うん、で市場開拓みたいな感じで、うん、そこの会社の、うん、やらせてもらいながら、まあ夜間でプログラミング学校通って、うん、で土日はメッセ絶対やってるから、うん、そこメッセ行ってちょっと顔知ってもらってとか、うん、なんかいろんなプロダクト見たり、うん、人と交流したりやって、うん、で、まあ、結局プログラミング僕合ってないなと思ったんですよね、うん、学んでる最中に、うん、うわ俺これなんだろうな、今プログラミングってすごい、うん、なんだろう、職位として高いじゃないですか、そうだね、注目度も、ね、俺はなんか合わないなって正直、うん、なって、まあ、一応そこを学校ずっと通い続けて卒業もしたんですけど、うん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 、結局なんだろう、自分で何かやりたいっていうところは19の時とかあって、うん、上海初めて見た時から中国人やべえなってなって、うん、中国人のその華僑とかいるじゃないですか、うん、日本に住んでる人たち、うんうんうん、もうすごかったんですけど、うん、何がすごいかって僕のルーツと比べちゃうんですよね、一番最初、うん、在日コリアンと、うん、中国から渡ってきた華僑、うん、成功率って絶対華僑の方が上なんですよ、あ、そうなんだ、もちろん在日コリアンいろんな企業ありますけど、う
ただやっぱり賢く生きてるとか、ね、コネクションだったり、ね、コネで生きてるところがすごいので、ね、もうめちゃくちゃいいな。うん、在日コリアンってなんか僕の印象は、僕のルーツだけど、うん、なんかひがみがあったり、うん、すげえコミュニティ狭くて、なんだろう、デュッセルドルフの日本人社会みたいな、マジで。なるほど、なるほど。そんな感じだから、うん、僕は正直居心地が良くない。好きだけど。うん、なるほど。ジュン君が日本で育った環境っていうのはどんな環境だったの？あの、さっきの話では、在日コリアンで育ったっていう感じだったのに、その時の話をちょっとしてほしいんだけど。そうですね。なんで僕が日本で生まれたかっていうと、韓国国籍なんですよね。国籍。で、名前も2つあって、韓国名と日本名が来て、うん、で、おじいちゃんが、韓国から日本に渡ってきたんですけど。3代目だ、じゃあ。そう、3代目。なるほど。うん、で、日本の、韓国が日本の植民地だった時の後、うん、韓国が解放された後に、うん、おじいちゃん、医者だったんですよ、ね。で、仕事と、あと、勉強のために日本に来るって言って、うん、日本にいらしたんだけど、うん、で、そのまま、まあ、医者を辞めて、で、教師になったりしてて、なんだ、在日コリアンの学校があるんですよね。うん、朝鮮学校って言うんですけど。うんうん、そういったところの教師もしてて、校長先生とかやってて、うん、で、僕の父が生まれ、母と出会い、僕が生まれるみたいな感じなんですけど、うん、結構ね、その朝鮮学校に通ってることは、僕はすごい良かった。なんだろう、うん、自分のルーツを知れるし、うん、まあ、いいことがいっぱいあったんだけど、うん、やっぱりなんだろうな、右翼左翼とかもいるし、うんうんうん、そういうちっちゃい差別とかは結構感じながら生きてたかな。なるほど。小さい時から。うん。なんか学校授業してる時にそれこそ、在日コリアンは本国へ帰れーみたいな、でも、そんなやられたりとか、もう結構あるあるで、頻繁で。あとバット持ったおっさんがトイレにいて、みたいな。マジで？そう。で、女の子を、学校行く途中で襲われたりとか、へー、だから結構みんなで守りましょうみたいな、女の子を絶対家に返してあげましょうみたいな、その時からやってて、ひどい話だよね。結構ね、差別は多かった。サッカーしてる時も、もうそれこそ今うちで、ね、ネタになってるけどキムチくせえとか言われるんだ。キムチくせえって、俺が初めてレッドカードもらった時それなんですよね。マジで？キムチくせえって言われて、で、僕ヘディングかましちゃって、マジで。それでレッドカードもらって、サッカー協会結局うちらが物申して、いやいやいや、おかしいですね。で、それも物事になったんですけど、結構そういう中で生きてきたからこそ、すごいね、自分のルーツ知れてよかったし、心強くなってよかったなっていうのも思うし、国外に出て、なんだろう、受け入れる包容力っていうか、はめちゃくちゃある方に育っててもらえたなって思いますね。うん、まあ、純くんはその普通の、僕もそうだけど、僕みたいな日本人のとして、日本でその母国として、本当に母国として育ったわけではなくて、うん、で、そのまあ日本にいながら、日本で生まれ育ったんだけど、それ中でもその差別を、ちょっとした差別を受けてきて育ってるから、そのなんて言うんだろうな、外国人としての気持ちじゃないけど、その他人の気持ちとかもよく分かるだろうし、そうやって育ってきたのはね、大きかったんじゃないかなって、僕も他から見て思うし、人種差別の話になっちゃうけど、日本人は、その人種差別がすごく人ごとみたいなのはあるのかなって、ちょっと僕の中で思ってて、やっぱりそういうね、その純くんが実際に肌で受けてきた、そういう話を聞くと、うん、ね、人ごとではない、日本でも人ごとではないなって思うし、まだ少なからずそういうのは必ず日本でもあると思うので、外国人が増えてきたとはいえ。だからそういうのは、ね、この動画を見てきっかけとなって、そうやって捉えてくれる人が一人でも多かったらいいなって僕は思います。はい、ドイツに来てからの、うん、ここまでの流れを話してください。はい、ドイツに来たのが、深圳、さっきの中国の深圳のミッションが終わって、はいはい、で、そこから、東南アジアとかちょっと回ってたんですよね。はい、で、当時深圳で、ずっと授業やりたいなって思ってて、深圳でビジネスチャンス、今回のドイツでやってるやつをつかみました、うんうん、で、どこでやりましょうみたいなマーケットリサーチをしてる時に、東南アジア慣れてたから、うん、とりあえず行ってみようってなって、うんうんうん、で、東南アジアで慣れてたのって生活であって、うん、ビジネスじゃないんですよね。で、その時に知ったのが東南アジア、タイだったんですけど、うん、メインが、う
で、そこで事業展開するにはめちゃくちゃ当たり風強いなと思って、外人に対する。あ、そうなんだ。従業員こんだけ雇ってください。オフィス絶対構えてくださいってなってる。外国人ならってこと？そう。タイ人ではそうじゃないの？そう。固定金めっちゃかかるんですよ。数十万いくんですよね、毎月。外国人だけで。そう。僕が聞いたのは、その時、ね、あの、中国人、深圳の兄貴、深圳に兄貴が数人いるんですけど、うんうんうん、にタイにいるから、知り合いがいるから繋げてもらって、うんうん、でその人にめちゃくちゃ世話になって、いろいろ話聞いてて、うん、まあ会社登記とかもいろいろ見てもらったんですけど、うん、結局そうで、うん、で難しいってなって、うん、じゃあ、あの、マーケット変えようってなった時に、ドイツ行きたかったし、うん、一回行ってみよう、ここで。うん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 、で、ドイツに来る時に、バンコク空港から、うん、イスタンブール空港経由で、デュッセルドルフに入ったんですよ。最初、うん、一番最初、うんうんで。その時に、イスタンブール空港で、トランジット待ってたら、うんめっちゃ聞き覚えのあるくしゃみが聞こえて。くしゃみ？そう、うん。めちゃくちゃ独特なの、その人のくしゃみが。なるほどね。で、パッて見たら、日本で、フィリピン留学の前にお金貯めてた時の元同僚がいて。そんなことある？イスタンブールで。そう、イスタンブール空港で。トルコのイスタンブールで元同僚と出会う。そう。なかなかないでしょ。彼がドイツにいるっていうのは知ってたの。でも、あ、そうなの。全然連絡取ってなかったから、うんうんうん、あえてしなくて、うん、なんならちょっと忘れしたぐらい、うん、でもくしゃみで思い出して、うん、何してんすかみたいになって、すごいね。じゃあ結局どっちも行き先デュッセルっていうのが分かったんですよね、うん、そこで。でじゃあデュッセル着いたらちょっとお茶でもしながら話させてくださいみたいな、うん、僕初めてドイツだから案内してくださいみたいな、うんうんうん、やってたらフライトまさかの席隣で、マジで。しかもコロナの時期じゃないから結構混んでるっすよ、普通に。うんうんうん、その中の席隣で、うわ、これ、うん、気持ち悪いぐらいの運命だな、みたいな。間違いないね。なんか、ビンビン感じたんですよ、そこで。間違いないね。デスティニーを、うん。で、そう、いろいろ話しながら、俺、こうこうこうで、こうやって生きてきたんだけどな、と、うん。こういうことがしたくて、今、ドイツに来てるんだよね、っていう話したら、うん、じゃあ面白いやついるから、紹介してやるよ、って言って、繋いでもらったのが、1個前か2個前、1個前か、の動画の、マサト。マサくんね。であって、はい、そう、彼と会って。それで繋がったんだ。そう。彼が繋げてくれた感じで。じゃあもう本当に運命的な出会いというか。もうビンビンでしたね。がっちり会ったんだね、うん、そこで。そんなことあるよ。だって、ドイツに行くのにトルコを経由して、そのトルコを経由した時に、たまたま同じ昔の同僚と同じ飛行機の、うん、まさかの隣の席で、同じドイツのデュッセルドルフに、うん、そんなことなかなかないよね。しかもバンコクから、で、イスタンブールで会う確率って相当低いじゃないですか。本当だよね。彼違うとこから撮ってるけど。本当だよね。すごいね。なるほどね。じゃあ、そういう話聞くと、やっぱり運命ってね、うん、信じざるを得ないというか、うん、そうだね。じゃあ、今の、ドイツで、今は社長として、マス君と一緒に会社を、立ち上げてやってるんだよね、はい。どんな会社かっていうのは、聞いてもいいか。今はマサトも言ってましたけど、IoT っていう、うん、インターネットオブシンクスのものが、すべてネットにつながる世界っていうものをコンセプトに事業展開してて、で今一番注力しているのは、スマートリテールっていうところ、うん、小売業、小売革命っていうところで、簡単に言うと無人コンビニみたいなイメージなんですけど、なるほどね、人々がキャッシュレスでめちゃくちゃ、うん、便利に早く手軽にいいものが買えますと、うん、で何もしなくてもうお金も払う必要もないしそのまま持ってきてくださいみたいな、そういうソリューションだったりシステムっていうのをドイツに持ってきて展開していきたいというふうな感じですね。今展開中ですけど。すごいね。そういうのはまだドイツにはないんだ全然。なんか似たり寄ったりあるんですけど、うん、なんだろうな、ちょっと惜しいなって感じなんです。なるほど。で一路の方が全然いいなっていうのがやっぱりあるんで、うんうん、そう、最初からドイツに来た時ずっとホテル暮らし1ヶ月半ぐらいやってたんですけど、うん、最初来た時はね本当に週末空いてないっていうのも知らないから、お店が。そうだ、日曜日はドイツは、全部閉まってるんだよね。そう、スーパーだったりとか服屋だったりとか全部閉まってるんで、空いてるのはコンビニって言ったらあれだけど、うん、キオスクって言って、ちょっとした飲み物とか買えるようなとこだったりとか。日本のキオスクとかまだ違う。そうだよね。そうだよね。ちょっと本当にちっちゃいコンビニみたいな感じだよね。うん、と、ガソリンスタンドぐらいだよね、あいつの。そう。そういうのも知らなかったの。そういうの知らなくて、うん、ホテル週末、何も買ってないから、うん、最悪だみたいな。うん、
ほんと最悪みたいな。知らんかったらそうなるよね。キヨスクでパンかじりながら、なんだこの冷たいパン。ってなるよね。なって、で、当時からめちゃくちゃ思ってたんですよ。うん、週末、まあめちゃくちゃいい文化だけど、うん、日曜日は働かない。うん、僕めっちゃ好きだし、それの、うん。それで経済成り立ってるんだから、すごいなと思うし、うん。でもやっぱ不便なもんは不便だから、うんで。そういったところにも、このコンセプトめちゃくちゃ当てはまるなと思って。なるほどね。なんだろう、そのドイツの文化は変えずに、うん、ドイツの週末をアップデート。うん、ドイツの小売体験をアップデートしたいなっていうふうに思ってます、ねうんうんうん、それを使ったら別にあの人が働かなくても利用者ユーザーは便利なことが増えてくるんだもんね。そう別にあの従業員とかは別に全く増えないと。そうです。だけどそのシステムさえ入れちゃえばユーザーにとってのメリットが増えるだけでその働かなきゃいけない人とかは増えないと。ユーザーにとってももちろんめちゃくちゃ便利にお買い物できるし、うん、便利な体験もできるし、うんうん、販売側としても、うん、まあ何もしなくても売り上げが立てるから、すごい。本当にウィンウィンみたいな。夢のような話だね。なんかやっぱりその飲食だったり何のビジネスもするときってやっぱり絶対どうしても人件費ってかかるんだよね。うんうん、一番高い部分だから。そうなんだよね、うん。で、そういうシステムを入れたことで人件費がかからないで、そういうビジネスができるっていうのは本当にこれからの、うん、将来ね、楽しみだね。だなって僕も個人的に思います。ドイツのこれからの未来であったりとか自分が変えていきたいなとかって思うこととかって、うん、まあ今話してもらったことをもう一つだと思うんだけど、うん、もっとなんかあったりするかな。なんかやっていきたいこととかドイツでそうですね、うん、とりあえず今そこしか見てないっていうのが僕の中での正直なところで、うん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 、早くそこをなんとかアップデートしたいな。知ってもらいたいと。結構いろいろまあマーケットリサーチとか調べたりするじゃないですか、うんうんうん、ドイツって僕すごいエコ大国っていうイメージがあったんですけど、うんうん、まあWWF だったかなっていうところ機関の調査によると、うん、2018年のねドイツフードロス率が世界5位なんですよね。第5位。知らなかった。でエコのイメージとはかけ離れてる、うん、結果じゃないですか、うん、そうやって全然エコじゃないな。そうで僕たち今住んでるここがドイツでトップ、うん、ダントツでトップ。ケルンが、ケルンというよりは、うん、NRW。 あ、そうなんだ。ダントツでトップで、そういうのも見ていろんな、なんだろう、ご飯とか食料が捨てられてるのにかかわらず、うん、ホームレスはめちゃくちゃいるし、うんうん、だったらもう捨てるんだったら捨てるのにもお金かかるし、うん、あげちゃえよみたいな。本当だよね。安く販売しちゃうよみたいな、うん、学生もお金ないじゃないですか、うん、普通に、うん、それが欲しい人なんか捨てるものが欲しい人なんかいくらでもいるわけだしね。そういうことです、うん、捨てるぐらいだったらあげちゃい精神、うんうんうん、でも普通じゃないですかこれ人間として。うん、そうだね。もったいないし。もちろんもちろん。なるほどね。そう、まずそこをだからクリアして、うん、でドイツだけじゃなくてヨーロッパもやりたいし。なるほど。でまあそこの次は今はまだ明確には答え自分の中にないけど、うんうん、まあ考えていってって感じになりますかね。なるほどね。じゃあそのじゅんくんがこれから展開していこうと思ってるっていうか展開していってる事業とかそのシステムがハマればそういうのもどんどん問題もどんどん少なくなっていくし、うん、もうドイツとかにドイツにとってもヨーロッパにとってもメリットしかないってい う, う、ね、もう本当にね未来があるビジネスだと思うから僕も本当に応援したいと思うしね、これからどんどん頑張ってほしいと思います。一緒に頑張りましょう。これからドイツを変えていけるようにね。少しでも。そう、アジアンパワーで。アジアンパワーで。ね。日本人パワーではないけどね。差別やないか。ちゃうよ。差別。差別じゃない。差別じゃない。差別じゃない。そうそうそう。いやいやいや。じゃあ今後の、ジュン君が、まあ、ちょっと言ってくれてるんだけど、ジュン君の今後の目標だったりとか、夢だったりとかあったら教えてください。夢ですか？夢はね、仲間たちと、うん、ハッピーに、うん、楽しく、まあ、忙しく生きることかな。僕暇嫌いなんですよ、うん、基本的に。そうなんだ。何もしないことは。なんだろう、例えばじゃあミリオネアになって、うん、ずっと何もせずに暮らしますみたいな、うん、絶対できなくて、うん、なるほど。何かしないと死んじゃうぐらいの、ついなんか、なんかそうなんですよ。暇が怖い。わかるわかる、逆に。わかる、わかる。そう、だからそういう人間だから、まあ、ずっと多分こうやって忙しく生きるし、うん、生きることを願ってるから、うん、でもその中でやっぱ楽しくやりたいから、うん、そういった今ね、それこそルモジョー君もそうだし、うん、マサトもそうだし、うん、そういう仲間たちとずっと楽しく
まあ、成長しながら発展していけるのが僕の本望ですね。なるほどね。自分だけではなく仲間と一緒にと。そうね、自分だけでもやっぱ楽しくなさそう。そうだね、かっこいいね。じゃあこれからみんなで一緒にドイツ、まずはドイツを、そしてヨーロッパを変えていけるように頑張っていきましょう、うん、はい。じゃあ今日はありがとうございました。ジュン君です。ありがとうございました。